大田市、追い分け交差点県道5号の終点でもある。また4サロの交差点であり、方向が県道316号、方向が国道407号、県道5号、方向が国道407号、方向が市道である。桐流市、松原橋交差点付近松原橋交差点と大田方面を望む。交差点は方向が県道316号、方向が 国道50号、国道122号である。終点付近から松原橋と大田方面を望む気流市、消防南文書前交差点群馬県道316号、大田気流線は群馬県大田市から気流市に至る一般県道である。本県道は群馬県大田市の中心部に位置する追分け交差点から気流市の東端に位置する堺の町までを結ぶ路線である。 かつて、大田市、大岩家交差点起流市、松原橋交差点の区間は、国道122号であった。道路は、丘陵地帯を走るため、大岩家交差点から、群馬県道39号、足利瀬崎線と、交差する丸山交差点までは、平坦な道だが、丸山交差点を越え、吉沢付近から、終点の松原橋交差点までは坂道になっており、 高低差は66メートルある。大田気流方向は、上り坂、気流、大田方向は下り坂であり、ニューイヤー駅伝のコースに指定されている。1993年の路線認定当初の終点は、気流市広沢町4丁目あざ下田の国道50号、気流バイパス交点であったが、後に終点側の路線が延長されて、現在は、 群馬県道67号気流岩船専攻点となっている国道122号の旧道と重複ありがとうございます。